はい、どうも、皆さん、こんにちは。もう今日は急に寒くなって、なんか11月並みの寒さだそうです。もうめちゃくちゃ寒くなってしまったので、もう皆さん、風にはお気をつけください。ガガチャンネルのー、ケースケリ曲のー、ケースケです。ポーン！あ、やべ、女優の名前言うのますね。やべ。まあ、いいや。はい、いつもだったらね、女優の名前言ってるんですけど、今日も普通に、ケースケでお送りしていきたいなと思います。いや、本当にめちゃくちゃ寒くなりましたね。季節の変わり目って自分で、ね、体調崩しやすくなるんでね、ちょっと崩さないように気をつけていきたいなと思います。で、そんなね、私、ケースケ、今日は何をお送りするかと言いますとね、もうね、そんな寒さをね、ぶっ飛ばすような、そんな企画をやりたいなと思います。はい、今回はこちら、はい、スーパーバルキリーラッシュですね。10月のアップデートでね、こちらスーパーバルキリー、出てきたんですけども、改めてね、能力のおさらいやっていきましょうか。スーパーバルキリーはですね、能力がですね、選別といった能力を持ってまして、倒された時に0時の呪文を発動するっていうね、そんな能力を持ってるんですよ。で、今回ですね、スーパーバルキリーラッシュで、じゃあせっかくだから、はい、こちら、援軍でもね、スーパーバルキリーをもらって、今回0時6発もね、自分で、持っていけるんで、合計、0時23発落とせるんですよ。なので今回ですね、こちらスーパーバルキリーラッシュで、まあ0時6発かで0時23発落としたりとかね。あとはまあ、まあ普通にスーパーバルキリーの強さか、まあ普通にヒールとかね、打っときゃ、スーパーバルキリー勝手に0時発動してくれるんで、なので、全部ヒールとかにしてって、スーパーバルキリーラッシュとかね、いろいろ遊んでいきたいなと思います。はい、じゃあね、アップデート来たばっかりでね、資源がね、足りないんで、ここ行きたいんですが、違う編成で出会いたかった。なんでゴールド89万の、エリクサー100万の、ダクエリム1万が違う編成で攻めて、違う編成で攻めたいだけだ、前世だった。なんで、ちょっと待って、どうやって行こう。待って、まあ、いいや、とりあえず、サイドカットやったって、サイドカット。やってって、ステータスも高いんでね、ここからちょっと、ちょろんと足してってもらって、で、ここからちょっとバルキーラッシュもやっていきましょう。で、足してって、で、バルキーたちですね、おのおの、勝手に、東海兵士にしちゃって、入れてって、さあさあさあ、さらにレイジもね、使っていきましょう。自前のレイジを使って、ゴーデンとかどこ行く？ゴーデンなんか、素早さに勝ててない。待って、どこに落としゃいい？俺。どこに落としゃいいんだ、これ。何がどうなってる？待って、わかんねえ。何がどうなってる？一旦、ウォーデーどこにいる？ウォーデーどこにいる？見えねえ、待って。ウォーデー出したかった、そうだ。ウォーデー出してなくて、もうレイジ踏んでいい。もう、じゃあまあまあ、すげえレイジの量。レイジの量がすごいことになってて。殺人、あ、こっちになんか。落ちてった。わかんねえから、ちょっと一旦、ドームかけていこう。あ、またスーパーバルキー製造してた。こっちのレイジの量とか、えぐいことになってて。もう俺、すでにレイジ使い切ってるからね。レイジすでに使い切って、この量ってやばくね。で、勝手にこっちもレイジ2つ落ちて、いや、待って。なんだよ、これ。ちょっと待って。明らかに俺、レイジの呪文使い切った後も、なんかめちゃくちゃ、すごいことになったら。あ、最後の方生き残ってたあれか、東海兵舎から出てきた、スーパーバルキリーたちか。それでこの料理、なんか、一瞬で終わっちゃったな。歯ごたえが全然なかった。はい、じゃあね、やっぱりレイジだけだと、ちょっと、スーパーバルキーマジですぐ死ぬんで、次はオールヒールでやっていきましょう。で、あとね、援軍はですね、ちょっとね、スーパーバルキーに、にしてるね、暗めね、少ないんで、インしてない確率が高くて、すぐもらえる可能性が低いんで、ちょっと援軍の方に関してね、ホグライダーで、行かさせていただきます。はい、じゃあ、資源50万くらいのところが出てきたんで、ここはちょっと行きたいなって思うんで、ここね、やっていきましょう。まずは、ババキンとか、あとね、アチャクイとかでサイドカットしつつ、こう、中心部分ですね。ここをスーパーバルキーラッシュに、こう、進軍させていくような、そんなイメージで。ちょっとやっていきたいですね。あ、なんかアチャク変にそれそう。なんかめっちゃそれそう、アチャクイ。大丈夫これ。ちゃんと仕事してくれよ。ちょっと気持ち、ちょっと一体でスーパーバルキー足しといて、サイドカット足しにしておきましょうか。で、アチャクイも変な方向行きますね、これ。変な方向行っちゃって、行くんだけど、ただまあこれでほとんど結構あらかたサイドカットはもう終わってるんで、ここから行きましょうか。さあ、スーパーバルキーラッシュで壁を叩かせていって、で、そして一緒に、これね、ウォーデも入れてっちゃっていけば、さあ、なんか変な方向に、なんかいろいろブレてるぞ。お前らブレてるんで、で、これちょっともうヒールもちょっとちゃんと耐えといて、
上げていきながら、さあさあさあ、ヒールのおかげでまだ全然レージを落とさないですね。レージを落とさずに安心安全。さらにヒールも入って、さあいいぞいいぞ。で、トームとかも使っていけばこれでいいんじゃないか。なかなかいいんじゃない、これ。いいよ、悪くないよ、悪くない、悪くない、全然いい、むしろいいまである。いい、あ、強いかもしんないな。オールヒールのオールバルキーラッシュ強いかもしんねえ。なんかね、勝手にさあレージかけてくれて、で勝手に1回ヒールを落としていけば、勝手にいつも削ってくれて、なかなか、あれ、悪くないかもしんないな、スーパーバルキーラッシュのオールヒールね。結構よくね、勝手にレージ落としてくれるから、あれ、これ最強戦術なんじゃない。最強じゃない、だって呪文実質15の、6発なんで21発積んでいってるようなもんだから、結構強くないこれ。はい、じゃあさっきは施設レベルちょっと低めの場所だったんで、ちょい高めの場所とかもね、ちょっと狙っていきましょうかね。なのでこれどっか行こうかな。まあ、適当にまあ10日兵士出すといて、で、あとババキンと、とりあえずアチャクエサイドカット的に、しておきながら、ポイズンちょっとババキンで落としとく。落としといて、で、まあスーパーバルキンで、サイドカットのお手伝いをしていきながら、さあさあさあ、ある程度落ち着いてくるタイミングとかで、いいかな。ホームタワーとか、オッケー、もういいやん。出しとこう。とりあえず出しといて、で、あと状況を見ながら、やっていきましょう。で、これで、さあ、一回ヒーロー耐えといて、で、スーパーバルキー火力も高いんで、壁とかにもね、ダメージ与えてくれるんで、いいぞ、オッケー。で、さらにレイジもかかっていくんで、これでどん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 進行の方をやってってもらえば、一旦ピッキンしといて、行っていけば、あるんじゃん、これ。結構強いんじゃないか。さあさあさあ、ちょっともう一回ヒーローね、耐えといてあげて、ここから分裂させていきましょう。さあ、どうなってる、ちょっとね、分散するから見づらいんだよ。分散するな、お前ら。ちゃんとまとも、団体行動大事だよ。団体行動大事だからね、みんな。みんな団体行動大事だから。そういうの守っていこう。そういうの守っていけば、あれ、なんか結構ゴリゴリ壊していくな。ゴリゴリ壊していくな。で、ババキンとこも入ってて、あれ結構、あれさっきよりも施設レベル高いところ選んだんですけど、まあ、工事中の施設とかもありますよ。あるんだけど、結構残ってるな。スーパーバルキーラッシュ強いか。あれなんか、あのさ、今回の動画はさ、まあ、オールレイジのスーパーバルキーラッシュで事故って、うわーってなって、で、じゃあ次、オールヒールでやってみようってなってね、それで、わー、やっぱ正解取れねえよーってなるつもりだったんですけど、呪文が実質23発あるような、もう、たくさんあるようなものなんで、勝手にレイジも発動してくれるから、意外と悪くないのかもしんないな、この衛星。あれ、強い？じゃあラストに施設レベルがね、ちゃんと高い。そしてちゃんとしてる配置、ここ攻めていきましょう。ここも取れたらね、強いぞ。ここも取れたら強いぞ、おそらく。で、相手の厚切りポイズ落とすと、とりあえず落とした。いや、ババキンがもっと上げ取られてるんで、ちょっとやっていかないと。あー、ババキンがもう死んじゃう、もったいない。この場これもちょっともったいないな。もったいないけど、まあ、とりあえずこれこっちやっとくか。とりあえずもうスーパーバルキリー出しといていきながら、のさあ、ここからですね、ヒールもちゃんと巨木が見えたんで、ヒールもかけていってあげながら、さあどうだ、ここからしっかりと攻撃の方、どうだ、ちゃんと壁を開けてってね、さらにレイジもかかった、オッケー、いいぞって、ピキーンさせといて、いけば、さあこれでもう進行止まらないでしょ、これ。進行止めて、ヒールもバンバンぶっ放していく。ぶっ放していって、で、オッケー、こっちのマルチインフェの方に漏れてったんで、スーパーバルキーたち、ちゃんとね、様子を見ていきながら、レイジもかかっていって、どういう動きしてった、でかけていってあげれば、いいぞいいぞ、悪くない動き。で、あー、でもこれ外に出るな。バルキーの良くない点、外出がち。で、見失う。そうあ、まだいるんで。いや、外出るな。外出てっちゃったんで、これはちょっと対処難しいぞ。ちゃんとしたルート作りが。命なのに。あー、これで、ちょっとやられちゃって。そうだな。そしたらこっちの、ロイヤルチャンピオンとかの方に、ロイヤルチャンピオンを、マルチームがやってきゃ、いや、ダメか。あー、じゃバルキーの唯一の扱いづらさである、外に飛び出しがちっていう能力発動した。能力。スーパーバルキー、能力。外に飛び出しがち。この能力発動しちゃって。穴の奥に行っちゃったんだけど、でもまあ、それでも、5% は結構、取れてるな。なので、ちょっと、もうちょいスーパーバルキーの、あれですね、
枠減らしてサイドカットバック、外の施設カットバックとかに使っていて、なんだろ、こう、ディガホグとかをやるイメージで、東海兵舎とババキンを外に流しながらやっていくとかっていうね、そういう形とかだったら、全然ありえそうですね、これ。はい。ということで、今回はですね、10月のアップデートで出てきたですね、スーパーバルキリーですね。スーパーバルキリーらしいやってみたっていう動画、お送りしていきました。いや、本当にね、結構悪くはないなと思うんで、ちょっと研究の余地ありますね。研究の余地があれば、めちゃくちゃ強いね、編成とかもね、ひょっとしたら生まれるかなって思いますんでね。またね、そういったね、最新チェンジとかね、入手しましたらね、動画でご紹介していきます。はい。なので、ぜひともね、毎日クラッカー動画更新していきますね。ぜひともチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。で、この動画面白かったためになったら、またグッドボタンやコメントの方もよろしくお願いいたします。はい。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。